旧音蘇デレキは、江戸時代の完成年間に、仙台藩江戸爪の範囲工藤玉京によって、表された、医学書。長期、召喚論を踏まえた遺書である。漢本には、平助の友人であった蘭学者、大月玄卓の序が付される。旧音蘇デレキは、完成9年2月、64歳の工藤平助の手になる医学書であり、その続編にあたる。 旧音素で歴第二編は翌完成10年11月に表された。召喚臓病論の著者である五感の長期は古来東洋医学において異性と呼ばれてきた人物であり、召喚臓病論のうちの召喚論は伝染性の諸病の治療法を記したものとして、古くより漢方医学において性転しされてきた。工藤平介は旧音素で歴事情において、 熱病に対する治療の方針は、召喚論に依拠し、患者の病態をよく理解した上で定めるべきものであるが、熱病は、一方では年々あるいは、時節の変化によっても多様な諸症状を呈するもので、あるため、召喚論記載の治療法を常に牧手することに意を注ぐのはむしろ適当ではなく、個々の病人の症状や様態に応じて、治療法を検討すべきであるとし、本書では、 自ら経験した治療法の特質をまねく公開することによって医学を目指す諸子の参照に供したいとの趣旨を述べている。急音袖歴の内容は熱病の分類と治療法について召喚論を基本としながらも平介自身の40年にわたる臨床経験に基づき創意工夫を加えた医学入門書となっており、起こり説、脈説、絶好、汗こ大勉好、 小弁行など13項目にわたって詳細に解説が施されている。その文体は、句刀典と送り仮名を施した漢文に金混じりの読み下し文を加えたもので、諸学者が学ぶのに公的なものとなっている。平助の私塾、番行動では、異行が講じられており、そのテキストとして文人に異行を授ける目的で、著述されたものと考えられる。 医師としても優れた力量を持つ工藤平介が晩年に至って医学入門書を表した動機については、平介の養父で名医と言われた白蘭狂気の人、工藤安代が13歳で養子に入った平介には厳しい自学自習を課しながらも十分な医業を授けないで死去してしまった経験を踏まえ、自らの高齢を自覚して、 今まで習得した医術の一部をまとめておく必要を感じたためと考えられる。これを前後に平助は病気がちになり完成10年に表された急音袖歴第2編は病心を押して執筆されたものと推測される。急音とは音液を救うの意であり、袖歴については著者工藤平助の次女によれば、若しこれの時き変転して、また新日方を立る自箱。 お捨て新二種区べきにより手袖小読みと破大せり、すなわち、時効は年々微妙に変転するものであり、病状もそれにつれて変化することがあるので、新しい治療法を考える際には、躊躇なく古い治療法をお捨て去り、新しい方法を取り入れるべきと考えるので、辞書に袖歴の代を付したとしている。また、召喚論だけでなく、この書もまた絶対死することなく、 新たな治療法があれば、それを採用すべきだと説いている。平助は、友人で、仙台藩の乱位であった、大月玄卓に、旧温袖歴の観光の意思を伝えたところ、玄卓も喜んでそれを進めたというが、平助の生前には観光されなかった。ただし、平助の自筆広本は、門人によって書写されている。旧温袖歴が観光されたのは、 平助没後の文化13年3月のことであった。漢本は横19センチメートル、縦25センチメートルで、浅草南馬道町桑村半蔵の奥付けがある。桑村半蔵とは、三代、桑原隆史のことである。桑原家は、工藤や、同様仙台藩江戸詰めの範囲を世襲しており、平助の妻の実家にあたる。桑原直は、文化年に、 大月玄卓の女をへて、旧温袖歴を肯定し、翌年、観光に至っている。工藤修安が国した定裁を取っているが、政教は、桑原氏、砂尾の次男で当時は、まだ幼く、平助の後継者であった、工藤玄四郎方司教が文化4年12月に34歳で、亡くなった後工藤家に養子に入り、その家徳を継いだ人物である。大月玄卓は、女の中で、 桑原氏、素直の肯定した後本について、これはまさしくかつて平助が自分に示したものであり、薪を開いて、これを読むとかすかに亡き親友に会う思いがして涙が流れて止まらないと知るし、また、氏、素直の観光に向けた努力については、し素直の虚、それぬ志、徳と言うべきかきなりとして、賛辞を述べている。AB 管 P121 から122、 ABC 角玲子ただの、サネカズラ正殿菅 P151、角玲子は、平介の妻の名を言うとする、P20 が、関民子は、妻の名は不明としている、P18。工藤聖教の誕生は、文化2年以降と考えられる。菅 P276、工藤平介の次男。平介の長女で、女流文学者として知られる、ただのサネカズラの弟にあたる。 ありがとうございます。